平野紫仕様、インスタの圧倒的な成功。キンプリ新アルバムの舞台裏。皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所のキンプリ、キングプリンス、ファンの皆様、そして音楽業界に興味をお持ちの方々へお読みいただきありがとうございます。本日は、注目すべきエンターテインメント業界の話題をお伝えします。ジャニーズの男性アイドルグループ、キンプリ、 キングプリンスが最新アルバム、ピースの発売初週で約34.2万枚を売り上げ、22日発表のオリコン週間アルバムランキングで1位に輝きまし。これにより、キンプリはファーストアルバムから6作連続で初週売り上げが30万枚を超える快挙を達成し、史上4組目の記録を更新しました。しかし、 この売り上げの裏には興味深い数字が存在します。グループのアルバムはこれまでどれもが成功を収めてきましたが、今年5月に平野耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が脱退し、グループは長瀬廉さんと高橋海人さんの2人で再スタートを切りました。この新しいスタートも成功し、前作には及びませんが、上々の売り上げを記録しました。 しかし、ここで注目すべきは、キンプリの公式インスタグラムアカウントに寄せられるコメント数の低迷です。どんな写真をアップしてもコメント数は2000件ほどと、他のジャニーズタレントのインスタのコメント数と同様に低い数字とされています。 このコメント数は、タレントの人気や状況を示す重要なバロメーターの一つとされており、芸能関係者もこの現象に注目しています。キンプリの公式インスタグラムアカウントはフォロワー数が235万人あり、平野志陽さんの個人アカウントは388万人と明らかに差があります。 しかし、コメント数だけを見ると、平野さんのアカウントは10倍以上の差があることが明らかです。この10倍の差は一体なぜ生まれたのでしょうか制作会社関係者によれば、平野紫耀さんは現在、ドラマや歌番組に出演していない代わりに、SNS の展開に注力しています。 特に、インスタグラムのストーリーズの質問機能を活用し、ファンとのコミュニケーションを図っています。この質問機能を通じて、平野さんは率直な回答を続け、それがネットニュースで話題となりました。ジャニーズを辞めた、辞めジャニーの一員として知られる平野さんも、ジャニーズを離れた後もインスタグラムを駆使して、ファンと繋がりを持ち続け、その結果、 コメント数は急増しました。つまり、キンプリ全体のコメント数の低迷というよりも、平野志耀さんの個人的な成功が際立っていると言えるでしょう。彼の巧みな SNS 運用がファンとのつながりを深め、その結果、圧倒的なコメント数を獲得しています。今後、キンプリの現メンバーと元メンバーの間で生じたこの10倍の差は、 彼らの活動にどのような影響を及ぼすのでしょうかそれについても注目していきたいと思います。結論。キンプリ、キングプリンスの最新アルバム、ピースが大成功を収めましたが、その裏にはインスタグラムのコメント数における平野市洋んの圧倒的な成功が隠れています。 SNS の活用が今後のアイドル活動においても重要な要素となっていることがわかります。今後もキンプリと平野紫洋さんの活動に注目して彼らの成功を応援しましょう。読者の皆様、本記事をお読みいただきありがとうございました。今後もエンターテインメント業界の最新情報をお届けしますので、お楽しみに。